本当だな。渡辺レッツライン、どういうことなんだよ。お前この前よ、俺と話しただろう。なんでお前若い方に行くんだ。なんで若い方に行くんだよ。俺じゃダメか。俺じゃダメ。少し生きてきてダメか。悲しいな。帰んな。帰んな。俺のものに帰ってこい。俺のものだ。見えるか。俺のものだ。俺のものに帰って。気持ちいい。俺のものに帰ってこい。早くね。ダッシュして帰ってこい。お前はそれくらいの価値ある女なんだ。ダッシュしてこい。刀がやめてな。俺にしろ、俺にしろ。俺のままでいいぞ。坂本なんか捨てちまえ。俺の電話が帰ってこい。帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい、帰ってこい。うん、まっすぐな直線の見ながら帰ってこい。そうそうそう、そうだ。お前はいいやつなんだ。誰かに騙されてるかもしんないけど、いいやつなんだよ。みんなな、お前のこと悪く言っちゃ誰もいないんだ。お前早く、この胸に帰ってこい。帰ってこい。まっすぐだ。まっすぐ一本だ。一本、ダッシュで。ダッシュで、明治前前前前ダッシュで、走ってこい。ほら、ほら、ストレート、走ってこい。俺の相談を、気持ちいい。気持ちいいぞ。関係各所様、レコード会社、ビデオ会社、テレビ配信いっぱいありますが、もう私どもは絶対二度とテレビのように出させないようにいたします。テレビは絶対に出さず、上を向いて明日の人生、今後の人生を家族と共に考えていきたいなと思っております。今回は兄に代わりまして、私妹が謝罪いたします。本当に本当に兄はいいやつなんです。お願いします。いいやつなんです。誤解しないでください。テレビの前にはもう立たせません。